はいどうも皆さん今日はですねえっ、ー、とレック便利試験の論文サルベージェミこれの、えー、紹介動画ということになりますはいレック専任講師の宮口ですから一つよろしくお願いしますよねはいじゃあまずあのこれねすごいね9年ついてるほら 9年連続ということはよ、ね、10年目ということや。ねこれすごいね、一つの節目ですよ。ここまで続いているゼミ、なかなかないですからね、あの、そこまで実績は出とるっていうことですわ。な、うん、ちょっと読んでみようか、えー、なんて書いてる徹底的短期集中指導で、迷える、えー、個室じゃないよ、迷える論文受験生を救うと。 実力のモチベーションも合格水準まで一気に引き上げる特訓ゼミええサルベージね引き上げるということですよ。ね引き上げるんですよ。ね実力を。はい。でこれね3月15日のあ火曜日からあ19時から22時の間で新宿エルタワー本校で始まります。値段正え置きですよこれ。 去年から1円も伸びてませんから。うんね、で裏面を見るとねちょっとスケジュールあこうじゃねえよ <laughs> はいスケジュールの,あーの一覧表を見ますわこれでさね大体ね火曜金曜火曜金曜ですわ、ね、ほらカー金カー金リズミカルやね非常に。うん、でさこの第6回まで行くとねちょっとこう四角で囲むけどよ ちょっと一週間のあ休みみたいな感じになったのよほらわかこれがね絶妙ですよね。まあていうのはよ。さすがに十週連続だとね、ちょっとやっぱこう復習がこう間に合わんなっていうことあるんですよ。だからちょっと一週間休みを取ってね、あのその間にこう一回から六回までにやってきたことをねちょうどほらあの、えー、まあ五回でもよかったんだけどまあカーッキンカーキンカーキン,カーキンだからね。 ええ、だ第6回まで終わったところであの次の週復習の会に使えるからいいでしょうそこも、ね、一応考えてる。はいで、あのー、これね今ほらコロナで皆さんねちょっと現場,にで現場に来たくないなという人もいると思うんですよ。ねまあ、来ても安心なんですけど、まあ、やっぱね 絶対、もう100%万全ですともやっぱり今言い切れない状況だからね、うん、だから、まあ、不安だわという人はねこれ欠席フォローがつくからあの最近、ね、ここ2年ぐらい、あのー、コロナでなかなか、ね、申し込んでも来れない人いるんですよ、ね、その人たち向けに欠席フォローがついてるからもう家で答案書いてであ,のあれで送れば大丈夫だから。 あの新宿エルトアにメールであの PDF 添付してねあの、まあ、答案用紙 A3 だとちょっと厳しいから、まああのまあ、縮小するか、ね、あるいは A4 ずつ、まあ、1, ペ1ページ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 で、ね、あの PDF で送ってくれればあの私が採点してねあのこちらからメール返送で添付ファイルで。 あのちゃんと責任を持って採点いたしますよああ。ここ2年ぐらいそういう人多いよ。ね。まあだから通学なんだけど基本は通信的な利用も可能です。だからね大阪から申し込んだ人もいたよああ去年。で受かりました。ね。まあなかなかその人もねなあの非常にあの長年ねなんかあの地元に通ってたけどなかなか受からなかったんで。 ちょっと新規点あの俺のね講座取りたいと東京の先生、まあ、あの宮口先生なんか流し入れてるらしいんでどうかなと評判もいいんでと言ってね、まあ、半信半疑受けてみたけどもうあのよかったっつってくれましたよ実際受かったからね、うん、やっぱりあのなんていうかね今まで伸び悩んでた点がその私の講座を受けたことでそのあの弱点がね分かってそれによってそこを徹底的にやれたから。 あの受かったとそれまでは何が自分に足りなかったのか分からなかったらしいんですよ。で私はずばりそれしてきたんですよ。あの俺にほら答案出すからね俺も遠慮なく言うから、うん、だからやっぱそこは良かったね。うん、でしかも一貫して指導するからあの例えばさ採点者を他の人に任せるようなことは私は一切しません全部私が責任を持って俺があの採点するからねブレがないんですよ。 ブレがないから迷いなくあの実力を上げることができるしまた私いろんな知識を知ってるからねそのモハントワンだけが全てではないということも知ってるからあの臨境編に採点できるからねうんそこは強みですはいであとねこれがいいわなサルベージテキストあこれはね、まあ、あのサルベージファイナルっていうのもあるんだけど一応あのテキストは共通しますけど 去年のサルベージテキストね、うん、特実編とあの異装商標編に分かれております。ただね、ちょっと俺、試験的にサルベージテキストはあの特実と E に分けたんですよ、うん。で、サルベージファイナルの方はね、これ、合冊にしたんですよ。で、ちょっと受験生に聞いてみたところ、ちょっと微妙だったんだけど、ね、圧勝ではなかったんだけど、この合冊の方がちょっと人気があったんだよね。 だからできるだけ合殺にしたいとは思ってます、うん、ただ、ちょっとねこれだけはご了承ください、えー、っとあの今、令和3年改正が行われましたよね行われる未来系のやつもあるけどであのそうなるとね理由付けとかも変わってくるやつがあるんですよ、えー、でまだ今、基本書が出てないからあれですけど まあ私が、ね、こ,のこの講座を始めてから、えー、その例えばほら改正本体で発明協会から出るあれが出るとやっぱ理由付けも変えないか,やろだから、ね、できるだけちょっとこう待ちたいんですよねでもあんまり待ってるとほらテキストがいくらあの待ってても出来上がらないということになって皆さんに迷惑をかけるから。 あのそれは許してねもうエイヤでドーンと出した結果そのあとに改正本が出てしまったっていう出てしまう可能性もありますけどその点はご了承くださいただしそれはそれで私が各授業でリカバーしていきますんでね板書とかレジュメを配って、うん、だから心配いらないよ、ね、このままこのまま配ってもねもうほとんど遜色のないレベルではあるんですけどね、まあ、令和3年向けにちょっとあの軌道修正するところは まあ軌道修正してまあ遜色のないレベルで皆さんにお配りしようかなと思うんですよ。ね、でこれね結構ね去年の本試験当たってんだよねすごいよこれちょっと待ってねどれが当たったかというと衣装でね大当たりしたんですよ嘘らなしですよえー、っとねどれだったかなもう絶対あるんであ見せますわ。 ほらだってあの先生、俺たちは見れないからして適当なこと言ってるだろうとか言われると尺に触るからね。はいありますよ。この衣装の5番ってやつね、これのねあのもうこの美容ローラーだけで分かると思う。美容ローラーの事件出ましたから、ああ美,美容ローラーの事案が出ましたから、ああ令和3年の衣装法で,で、テーマがまさにこれ,これ,こ,れこれ、直接侵害、間接侵害。 見事的中ですよ。嘘なしで。見てごらん、あの、もし嘘だと思ったら。美容ローラー、もう美容ローラーまで当ててるからね。すごいね、これね。うん。神業に近いもんがあるんですよ、これ。うん。で、次ね、商標も当たっちゃうんですよ。これはね、テキストじゃなくて、実際に皆さんに毎回書いてもらうじゃん。な。て今、去年のレジュメがあるから。あったあった。これね、あのー、最終回。ね。 商標法最終回の問題見せますからね去年出したやつそれでですねえー、とあこれ最終回じゃないかなちょっと待ってああちょっと待ったよこれはねちょっと間違った <laughs> ちょっと待ってねこれじゃねえぞ最終回ではなくて最終回から2番目だったかなこれかな ちょっと見てみますおこれだよ皆さんまあ見てくれこれ去年のサルベージゼミであの後ろから2番目の回で出した問題です何が言いたいかこれだけ見れば分かるやろう53条の2ね設説問3というところで53条の2の審判により取り消すことはできるかで何が言いたいかというと去年の商標法53条の2出たやないですか うん、ねでなんでこれがすごいかというと53条の2ってね知ってますなんと平成7年以来のあーテーマなんですよ。平成7年以来ですよということは今平成に直すと34ぐらいだから3 4く7で27年ぶり これをね当てたっていうのはねちょっと尋常じゃないですよええ例えば無効審判ぐらいだあの毎年出てるからそんなの当ててもね俺自慢しませんよ53条のよりは平七以来ですよいやこれはねちょっとねマジで神業に近いもんがあるんですよどうですかねだから受験生もねいや先生本当助かりましたとねいうことが あの感想として述べられております。ね。合格者も一押しでしょほら嘘なしで。ね。ということでサルベージストこれがね合計60問あるんですよ。ええ60問ね。うん、まああの「特実」が30で「特実」30「衣装」15「商標」15で60問ね。うんすごいでしょ でえー、とゼミは,あ、うんゼミはねまあ、10回だから10問だとするじゃない、うん、ただ、あの、特実はねあの練習用にもう1問つけますけどあのだからどうしようかな、えー、特実はとりあえず2問ってカウントさせて2、2、2、2ねそうすると8でしょう8、9、1十11、12、13、14、14だから74問もできますよ。 ね、合計74もこれこなせば相当ね、えー、網羅できるかなと思いますよ、うん、だから穴がなくなるわねで俺が俺自身がもう法改正に対応してるからね自分で法改正講座とかやってるやろもう23回だから令和3年改正も熟知してますからねうんそんなところちょっともう一回復習ねあのこの講座のトークショーね 蛍光ペンで塗るから俺の持ち味であるはい改正対応フルボリュームのサルベージ適素ねさっき言ったぐらいでしょうん特実30意証商標15ね合計60これ言ったからいいねうんで本試験の過去問だけなく本試験と同レベルの応用問題ですともちろん近似の改正に対応済みですとね安心だねえ知識的に穴がなくなるように そうそう知識的に穴がなくなるように編集です。うん、で事例問題と一語問題ねうまいことねバランスよく、あのー、配合してますよ。ええー、じゃあ次っち見るかねえ。えー、あ短期間短期集中の高密だよね。本ゼミでは実力を一気に引き上げるために短期集中的に1週間に2回のペースで行いますと。 本格的な事例問題のほか、一行問題も出しますと。で、瞬発力を身につけていただくために、どんどん当てていきあの、瞬間的な知識も補充していきます。そう、授業に出るとね、当てていきますから、私はね。まあ、もちろんマスクしたまま答えてもらうんで、えー、コロナ対策としてね。はい。で、本ゼミで書いていただいたとは、軸がぶれぬよう、私がほら、すべて責任を持って。そう。だからね、これのいいところはね、 火曜日出たら金曜日返すし金曜日の答案は火曜日返すからあのそんなあの待たせません。えーはい、でまだまだ、ね、魅力が満載ですよ。じゃあ今度は、ね、オレンジでいく。はい、本紙の、えー、論文本試験とは私は添削しますで。論文本試験の回答を前,前年度、前科も把握している 宮口講師が本ゼミ申込者限定で直接、検査を行いますと、宮口講師印鑑付きの、まあ、というか、俺の印鑑というか、レックの印鑑が付いてるんですけどね、最大10枚程度申請いたしますので、この答案を使用して、最大10回ね、まあ、つまり、あの当連毎回、皆さんが現場で書いて出す答案のほかに、プラス10通、なんか自由に過去問とかの検査を受けることができるということですわ。ね でこれてて書いてる本試験の問題の配布は行いませんとそうです、ね、10通超えての添削しませんからね、うん、これ気をつけてよ、ね、あの数えてるからちゃんとね、はい、で、えー、対象期間、えー、と4月22日まで、うん、4月22日ということはああこの日までかうん。 まあこの辺はね、まあ、サービスで、まあ、4月いっぱいでもいいですけどね、まあ、4月越えたらもうやりません、私もいろいろまた講座が出てきますんでね、4月22日の講義が最終日だから、まあ、この日まで出せるにしておきましょうか、この日まで出せる、ねうん、そうです、そうしておきましょう、そうしたらほら私も4月いっぱいまでに返せるしね。はい でコロナ以外でのフォローアップも充実コロナ禍で通学は心配という方あさっき言いましたよねだから去年おととしはむしろあの通信的に利用してた人が多いですよ、うん、でちゃんと PDF でほら返却しますからね PDF 送信返却対応も可能だし質問にもちゃんと応じるしねえー、去年は私も大変だったんですよあのあれでコ,コロナじゃなくて私はコロナになってもないよあのワクチンの日程でね あのワクチンを打って、えー、っとほら熱が出るじゃんそれでちょっと皆さんにご迷惑をかけたというのがあるんだけどね、うん、あれはそのコロナにかかって熱が出たんじゃなくてコロナのワクチンを打ってモデルナ製のあれで熱が出てねちょっと体調があまり思わしくなかったとっいうのがありますけど、ええ、今年はそういうことはないです、ね、日程を外しますんでねあれもうしょうがなかったんだよ勝手に日程決められるから。うん こっちのに反、はい、さあそれではね、えーとまあ、スケジュールも言ったしね、はい、合格者の声でも見とくあサルベージゼミは3月から1回通関にわたり行う3月中旬から確かにで週2回の特訓ゼミで大迫力、答案構成力、答案作成力の一層の向上を送ることが可能な素晴らしいゼミです。 本ゼミは毎週2回の登壇宮内先生による解説重要項目の講義は受けられ宮内先生による個別添削は受けられますよね。そうこれオレンジに塗っここうねこれやっぱ大きいよね。で仕事の合間に週2回の当壇講義はハードですが直前期の中だるみを防止でき最後まで集中力を途切らせることなく勉強が継続できたのはこのゼミのおかげだと。そうですね まあそれはねあのやっぱきつい分ねあのやった実力がついた感あ充実感というのはねほの講座に増してあの大きいと思いますよ担当サルベゼミは講義内容はも,もちろんテキストねそうそうサルベテキストああこれもね非常によくまとまっていましたとで問題数が多く本試験レベルであるためこのテキストほとんど こなせばほとんど問題をは網羅できるというぐらいのものですと。で、テキストの模範とは、そう、俺がね、簡潔相談であるため、無駄なく型とキーワードが盛り込まれています。ね、で、これを繰り返し活用することで、本試験は何が出ても大丈夫だという自信を持って臨むことができました。以上ですよ。ただね、一つ言わせてもらってください。私は毎年、その最近直近の本試験の傾向を踏まえて、あのモデファイしていきます、講座の内容を。 で今年は、ね、どうしたいかというと、去年のやっぱり商標がちょっとね、私は気になるんですよ。というか、おと年しぐらいから商標の傾向がね、ちょっと簡単な問題になってきてるんですね、で、簡単な問題ほど怖いんですよ、実は。で、私はね、あのか答案は簡潔に書けと言うけど、簡潔に書いたら落ちる場合もあるんで、やっぱりね、簡単なものも出します、意表をついて。でむしろ 簡単な問題は答案の完成度が求められますからあの、ねえー、簡潔に書きすぎると逆に不合格点をつけたりすることもあるからねそういうそのいわゆる野球というところの,緩急,の緩急をつけたゼミにしたい難しい問題も出すし中ぐらいの問題も出すし簡単な問題も出す簡単な問題ではその分答案の完成度の高さが要求されるそんな感じねはいじゃあ以上ですわ皆さん ね、私もあのかれこれもレックで、ね、22年教えてるしこのサルベージゼミも10年続いとるからね、まあ、それなりに安定したゼミだから、まあ、皆さんもねあの安心していいと思いますよ、ね、私も大体いい手の内が分かってるからね、えー、あの皆さんも安心してあの受講しようさいまさにコロナ禍にあって、ねえー、臨境変に対応できるゼミになっておりますんで。 それじゃあ私はこの後ですね、論文実践トレの解説に行きますんで、この辺でとサルベージゼミ2022年向けの紹介動画を終わりたいと思います。それでは実際に現場であるいは映像でお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。